あれ？お兄ちゃんどうしたの？何か用？あ、うん。今帰ってきたばかりだよ。そう。最近文化祭の準備が夜遅くまで続いちゃってて。もうすぐ当日だから仕方ないよね。ん？ああ、ご飯は食べたよ。やっぱりお母さんが作るオムライスは美味しい。お店で出せるレベルだと思わない？うん。しかも健康的だし。動画の撮影？ああ、今日は編集の日なんだ。それも昼休みに学校のパソコンでやり終えたから、今はフリータイムだよ。そうそう。撮影と編集は別々の日にやるようにしてるの。あと、学校のパソコンの方が性能高いから。このノートパソコンでやるより作業がはかどるんだ。動画の毎日投稿は大変じゃないかって？それはそうだけど。でも、やるからには本気見せないと。それに、YouTube のアルゴリズムで毎日投稿してるチャンネルはいろいろ優遇されるんだよ。知ってた？え？いつまで動画投稿続けるか？それは続けられる限り頑張りたいな。応援してくれる人がたくさんいるし。そういえば、お兄ちゃんは、今日疲れてるの？そっか。お兄ちゃんもいろいろお仕事大変だよね。あ、そうだ。久しぶりにあれしようか。あれって、何かって？あれだよ、あれ。み、み、か、き。久しぶりにしてあげようか。お兄ちゃん自分で耳かきしないでしょ？私がお耳掃除してあげるよ。いいよ。遠慮せずにゴロンとして。そうそう。楽にしてていいよ。それでは失礼します。お兄ちゃん、私の膝枕に頭を置いて。お兄ちゃんの顔。なんかこわばってる。例えるなら、ヘアサロンでシャンプーしてもらうときみたいに、緊張しなくていいんだよ。私、お兄ちゃんの妹だよ。さてさて、お耳を見せてくださいね。右耳を上にしてね。おやおや、こんなに汚れてる。耳かきは何ヶ月ぶりなの？もう、言ってくれれば私がきれいにするのに。それじゃあ耳かき始めるね。ここからは鼓膜に響かないように、なるべく優しく話すね。そーっとそーっと入っていくよ。兄ちゃん、なんか気持ちよさそうだね。あらあら、そんなデローンとしちゃって甘えん坊だな、お兄ちゃんは。
いいよ。リラックスしてて。ねえ、お兄ちゃん。この前のバレンタインってさ、実際どのくらいチョコもらったの？うん。私があげたのを除いて、何人からもらったのかなって。もちろん義理チョコもカウントだよ。本当かな？なんで嬉しそうだって？いや、別に。なんでもないよ。続けるね。お兄ちゃんはさ、YouTuber には興味ないの？え？もっといろんな人チャンネル登録した方がいいよ。面白い人、たくさんいるもん。なーに？そんなに画面越しで妹を見るのが楽しいの？もしかしたら、あの大量のコメントは、全部お兄ちゃんだったりして。Google アカウント、どれだけ持ってるの？冗談だよ。よし。右耳は、あともう少しだね。これで右耳は綺麗になりました。気持ちよかった？嬉しいな。じゃあ、反対側もお耳掃除していこうね。はーい。左耳が上になるようにゴロンとしてください。よしよし。お兄ちゃんかわいいな。じゃあ始めていこうね。ゆっくり入っていくね。
ナって好きな人とかいるの？ん？なんでってそのいやちょっと気になっちゃって。ビジネスの世界に生きる女性って自立しててすごく魅力的なんだろうなって思って。そういう人、お兄ちゃんの周りにもいるのかな？ん？本当に？なんか怪しいな。まあいいか。続けよう。ね、文化祭なんだけどさ、基本的に学校の生徒の家族とか友人しか呼んじゃいけないのね。うん、女子校ってそういうところあるよね。だからぜひ今度の日曜日お兄ちゃんに来てほしいんだけど。お兄ちゃん、忙しいかな？大丈夫なの？よかった。私たちの出し物は来てからのお楽しみにね。左耳はあと少しだね。ラストスパート、頑張るよ。これで左耳も綺麗になったね。お兄ちゃん的に私の耳かき、何点だった？嬉しいな。お兄ちゃん大好き。ん？なんか、眠そうだね。私の耳かきで。こんなにくつろげちゃったんだ。じゃあ、いいよ。しばらくの間、このまま寝ても。おやすみなさい。私の大切なお兄ちゃん。